人に遺伝子があるように街にも遺伝子があるのかもしれない。少しこの街を歩いてみれば、他の街とは違う何かが息づいていることがわかる。刑事がその街に行けば、その街の罪ばかりが目につく。人は嘘をつく。罪から逃れるため、懸命に生きるため、嘘は真実の影。思えば私は予感していたのかもしれない。あなたがこの街にやってくること。アミちゃん、お茶の飲み方だけは綺麗だよね。だけって、確かにそうですけど。そしてあなたは知っているはずだ。犯人はこの街を行き交う人の中に必ずいる。不思議なこともあるもんですな。あれだけの事故を起こしたお母さんが一命を取り留め、その同じ日に可愛がってた猫が死んじゃうなんてね。いや、だからね、タマが身代わりになってくれたんじゃないかって。死んだ猫は？ああ、庭に葬りましたよ。おい、何やってんだ。加賀君だっけか。これ意外といけますよ。いや、いけるって、あんたそれキャットフードだ。加賀恭一郎です。この度日本橋署に赴任しました。創業150年ですが、伝統を守り続けるのもこのご時世、経済的には大変なご苦労も。ああ、まあね。猫の餌はいつもお母さんが。事故の日も。ああ、だったと思いますよ。奥さんがあげていたということは？ありません、それが何か。ちなみに聞いてみただけです。猫の話よりも本題を、はい、事故現場にはスリップ痕がなく、お母さんは居眠り運転をしていた。まるで睡眠薬を飲んでいたように。え、ちなみにお母さん、猫に餌をあげるときに妙な癖があったそうですが。妙な癖？ええ。開いたよ。癖というよりも病みつきだったとか。猫の餌はつまみ食いする癖があったようなんです。奥さんご存知ですよね。いいえ。いつもあなたが気味悪そうに見ていたと病院のお母さんが言っていましたが。さ、知りません。なんか変わった人だね。まあね、
これも知りませんか。そこで見つけました。この椅子はお母さんがいつも同じドラッグストアで買ってるもんですね。缶の底が蓋になっていて、表には全部値札のシールが貼ってある。こんな風に。この缶のこのシールを剥がすと、直径2ミリほどの穴が開いていました。まさか。人間があそこまで眠くなるほどです。猫の致死量には十分だった。庭に埋めた猫を掘り返せば分かることだ。どういうことだ。ご近所で伺った話ですが、この店を畳んでマンションを建てる計画があるそうですね。でもお母さんは自分の目の黒いうちは絶対に許さないと反対していたとか。高子、お前まさか。あなただって昨日の夜言ってたじゃない。もし本当だったらお母さんも少しは救われるでしょう。お母さんは勘の鋭い人です。私があまり猫の餌の話をするんで何か感じ取ったんでしょう。あの日は猫に餌をやっていないと突然言い出しました。絶対にあの日はやっていないと嘘を突き通した。あなたの殺意に気づかなければつく必要のない嘘です。その上であなたをこの家を守ろうとしているお母さんの前で今と同じことを言いなさい。私はあの猫を殺すつもりだったんだと。着任早々お手柄だったね。なぜわかった。老衰した猫にしては人目につく不自然な場所に倒れていたと聞きましたね。猫は人目を避けて死に場所を選ぶもんです。あ、ちょっと寄り道してもいいですか。まだ何か気になることがある。ちょっと。何。人形町のたい焼き屋にいつも行列ができてます。知りたいんです、あのたい焼きになぜあんなに人が並ぶのかを。君食べたことないのか。ええ、新参者なんで。研修いよいよだね。っていうかやっべ、まだ何もよしねえ。もう大丈夫なの。あ、そう、お土産の方は頼むね。お土産だったら選別ちょうだいよ。何言ってんの。もうすいません。はい、これください。ありがとうございます。あ、すいません。すいません。どう。あ、あ、大丈夫ですか。大丈夫です。よかった。すいません。あ、じゃあこれお返品。何やってんだよ。おかえり。もう。
だから動き回るなっつっただろ。退院したらもう病人じゃねえんだよ。そんなこと言ったってこの間だって倒れて大騒ぎだったじゃないか。もうヘリクと言うな。看板娘が店先に立たねえってどうすんだ。何十年娘やってんだよ。45年。もう分かったからとっとと中入れっつうの。もうはい頼むからじっとしてても安心でパリに行けねえだろ。パリね、鳥の巣が偉そうに。鳥の巣とか言うなよ。あれで優勝してパリでの美容師研修が決まったんだからな。女のが外国で通用するのかね。せんべいのことしか知らねえくせによ。ああ、私はせんべい屋だ。そこが何が悪い。パリ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 って何なんだい。下町生まれのせんべい育ちがよく言うよ。別に下町に生まれたかったもんね。またやってる。せんべい嫌いだし。その口の悪さがせんべい育ちだって言うんだよ。うるせえこのクソババア。何？いらっしゃい。おすすめは？甘辛な。あ、売り切れだ。あれ？キュウスケも美味しいよ。キュウスケ？割れたりして見栄えの悪いクズのせんべいだよ。クズ。家族でも何でもない見知らぬ第三者でも受け取り人にできるってことね。はい、条件をクリアすることと明確な理由さえあればですけれども。あとは私が死ねばいいわけだ。主任、どうぞ。第一発見者は？被害者の友人です。先に上杉さんがパトカーの中で事情を聞いてます。私が峰子が彼女を死なせたんです。どういうことですか？峰子裏切る？何を裏切ったんですか？死因は？細い紐状のもので背後から首を絞められています。部屋を物色した形跡はなし。カムシンの犯行か。人形焼きか。ちょっと、ああ、おい誰？遺留品を食べるな。日本橋の加賀です。いや、食うなっちゅうねん。これ私が買ったもんです。紛らわしいことすな。ねえ、面識あるのか？はあ、少し。
食べます？甘いものは脳の働きよくしますよ。よく遺体の前で。そのうち慣れる。被害者の人形焼きは重森のものです。人形焼き見ただけで分かるのか？店によって使ってる鉄板が違うんで。ちなみに私のは亀井堂のもので関取風、うんうん、ちなみにこちらは板倉屋のもので重森よりも顔が怖い。もうそこまで捜査したんですか？これ趣味だ。絶対の趣味やな。せーの。この番組は水と生きるサントリー、リーディングイノベーション東芝、自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王がお送りします。被害者は三井峰子45歳、離婚して一人暮らし、職業は翻訳家。小伝馬町のマンションに引っ越してきたのはつい2ヶ月前です。私と同じ新参者ですね。第一発見者の吉岡富香はですね、5時半に被害者に電話し、6時半に被害者宅に訪れる予定だったんですが、7時半に変更してますね。アリバイはあるかのようなんですけども、再度確認します。被害者宅から出てきた男の目撃証言があります。現場に落ちていた名刺の写真を見せて、さくら本人だということを確認取れました。遺体近くに落ちていたボタンですが、被害者の所有する衣服に一致するものはありませんでした。凶器と思われる紐状のものなんですが、まだ発見されてません。今のところこいつが最重要参考人ちゅうことやな。君らもこんな笑顔ができりゃ聞き込みも楽やねんけどな。松宮、かかとこの音が当たれ。え？よろしく。よろしくお願いします。もしもし。すまないな、また一緒で。ちなみにその個室、紙はないぞ。ああ。所轄の刑事はお前ら本庁の指示に従うだけだ。加賀さん、紙ください。ねえ、紙置いた。どこですか？どこに紙置いたんですか？あれ、人形焼き美味しかったですか？殺人ってことですか？ちなみにまだ殺されたとは言ってませんけど。あ、自殺？いえ、他殺です。随分怖い顔になってますが。そりゃそうですよ。で、何ですか？あ、ちょっとだけ。
ちょっとだけそのままの顔でこの笑顔やっぱりあなただ。どこでこれを。は？こんな風にね、遺体の下から。保険の営業で伺ったからあったんですよ。伺った？被害者の部屋に。ミネコは どこで殺されたんですか？ご自宅です。蒲田の？いえ、2ヶ月前に引っ越しされて日本橋の御殿場町のマンションにお住まいで。御殿場町？ああ、ご存じなかったんですか？離婚後のことはほとんど何も。犯人の心当たりはないでしょうかね？ありません、私の知る限りでは。そうですか。息子さんは今どちらにおられますか？わかりません。知らない。息子は1年以上も前に家を出たっきりで、携帯電話も勝手に変えてしまったようで。恥ずかしい話です。清さん、昨夜の6時から8時の間どちらにおられました？9時頃までここにおりました。それを証明できる方はおられますか？そこにいる秘書の宮本君が。間違いありません。三井さんと会ったのは昨日が初めてですか？へえ。保険について相談したいと電話がありまして、5時半頃マンション出て、その後天崎横丁の天倉に向かって、入院給付金の申請書類を受け取って会社に戻りました。で、前橋さんにその書類を渡して退社しました。正確な時間は覚えてませんけれども、6時半前には会社出たと思います。で、その後剣道場に。以上ですけど、何か問題は？大ありです。板倉さんは確か5時50分頃戻ってきて、6時頃退社したかと。板倉さんが遅く戻ってきたせいで私残業になっちゃって。これ彼氏へのごめんねメールです。あなたは6時半前に会社を出たといい、前橋さんは6時に出たという。証言には約30分のズレがある。6時以降のアリバイがありません。死亡推定時刻は6時から6時半の間。あなたが6時に退社していれば殺害可能です。私が疑われてるんですかね？被害者のお宅にそんなに長くいられたんですか？契約の詳しい相談まで受けたもので。どんな相談を？それは言えません。顧客の秘密は絶対守る、それが会社のポリシーですから。さすがに口が固いですね。ちなみに天からで受け取った入院給付金の書類はおばあさんのものですか？天からご存知なんですか？おばあさん元気そうにしてましたが、本当に入院を？天から関係ないでしょう。個人的に聞いただけです。ほら、嘘。
お前影薄いな。30分のズレですが、タクラが嘘をついてるとしか思えませんね。嘘は真実の影だ。え？見つけたら踏んで離れるな。踏んだら離れるな。ええこと言うやん。話してください。ねえ、ちょっと。大丈夫ですか？主任、返して。ありがとうございました。踏んで離れるなって、ここに影があるんですか？影？今体液を買いに来てるだけだよ。ただし何個残ってるかが問題だな。ちょっと見てきましょうか。置いてくれ。ありがとうございました。ありがとうございました。加賀先輩。ほう、この町で先輩に会うなんて久しぶりだな。元気そうじゃないか。はい。それはこれの取材でついでに買ったんです。この町のことを記事にしてて。あれ、新聞記者？いろいろありまして。あ、食べます？いや、いい。加賀さん、あと30個ってことですか？あと30個か。どうも。はじめまして、ドールタウンの青山亜美です。警視庁捜査一課の松宮修平です。加賀さんは大学の部活の OB で。じゃああなたも剣道部を？いえ、茶道部を。茶道？茶道は人の心を読む力が養えるって。へえ。結局私は人の心を読めなかったけど。食べますか、これ。美味しいんです。いただきます。うん、うまいですね。本当にいいんですか？え、俺並んで買う。はい、今日はここまで。食べれば。え、いや、いいよ。どうして？こういうものはな、並んで買わなきゃ本当のうまさは分からないんだ。さっきお前うまいと言ったか、そのうまさは偽物だ。お前は人生で一つ大きな損をしたことになる。人生って。先輩は先輩のままだ。うん、うまっ。じゃあ奥の方で。お父さん、おばあちゃんも早く早く。刑事さんだったの。田倉さんなら確かに来ましたよ。これ病院でもらった診断書、よろしくね。確かに受け取りました。はい。胆のうが炎症を起こしたんですか。でも大事にならなくてよかった。そっちの治療のおかげで肝心の心臓の方が後回しになっちゃって。あ、じゃあ心臓の手術もいずれ。そう、体力が回復したら手術することになってんだけど、私の心臓はゾーナミに強いから大丈夫なんだよ。それは何時頃か分かりますか？5時半から6時半ぐらいだったと思うけど。うん、多分そのくらいね。もっと細かく分かりませんかね。時計見て生きてないか分かんないよ。ご主人は？私は問屋に出かけておりましたので。そうですか。パリへはいつご出発で？あ、明後日ですけど。なんで知ってるんです？この前大きな声でおっしゃってたから。あ、やっべ。聞いてたんだ。刑事さん、ちょっと見てくださいよ、あの写真と絵。鳥の巣だと思うけど、私は。アートなんだけど。アート？芸術だよ、芸術。うちはせんべい屋だよ。あの髪型でどこ歩けってんだ。年寄りには分かんないんだよ。ねえ。私にも分からない。どうだ。刑事さんさ。まあまあまあ、他に何か変わった様子は？服装が乱れていたとか、慌てていたとか。いつもと同じですよ。
ばコートの。え、桜さん、袖のボタン取れてるよ。お、あれ、いつの間に。コートがどうかしました。もしかしてボタンでも取れていましたか。え、ボタンはついてましたよ。コートの色とネクタイの色が同じだったなって。いつも脱いでることが多いから。っていうかバカじゃん。タクラさんが殺人事件に関係してるとかありえないんですけど。そうだよ。ねえ、タクラさん疑ったりしたら私が承知しないよ。最後に一ついいかな。タクラさん、コート着てました。着てましたけど、それが何か。ちなみに聞いてみただけです。ああ、どうしたの。パリ行く前の挨拶。おばちゃんのことよろしくね。安心して行ってらっしゃい。タクラさんさ、ボタンつけてくれるような恋人いないの。いや、恋人どころかもうボタンが見つからなくてね。じゃあまた。お帰りですか。そうですけど、何ですか。天からの人たちの証言は曖昧で、田倉さんのアリバイは証明できませんでした。ちなみに奈緒さんの言葉から一つ重要なことが分かりましたね。重要？今確かめました。ここまでは水と生きるサントリー、リーディングイノベーション東芝、自然と調和する心豊かな毎日を目指して花王がお送りしました。限定品は売り切るか。これどうぞ。ありがとうございます。いつまで嘘を突き通せると思う。はい。お呼びですか。何事件をいくつも解決してきた凄腕らしいね。昔の話です。なのに未だに警部補、それも所轄のね。何かあったんですね。そういう上杉さんこそまだ現場で一刑事として動いてらっしゃる。昇進するチャンスもあったはずなのに。何かあったんですか。俺は定年までやり過ごせりゃそれでいいんですよ。それだけですよ。被害者の家族は。三井美音子の元家族はバラバラだよ。父親も息子の居所知らねえんだってよ。父
父親の死に目にも会おうとしない人もいますから。うん、加賀のことか。え、はあ、加賀の父親もあれだな、元刑事だったんだろ。あ、はい。お前加賀とはどういう関係なんだよ。いとこなんです。あんま無理しないでくださいよ。分かってるよ。頼みますよ。分かってるよ、分かってるよ。今日は何の用ですか。無用の用ですよ。用がなくても顧客には会いに行く、それが営業ですから。加賀さん僕の件で来たんでしょ。いや、せんべいを買い。嘘が上手だな。また田倉さんのことかい。それ何せんべいですか。これはうちのおやつ、売り物じゃないの。甘辛ならその棚にあるだろう。今日も売り切れですが。わかったよ、ちょっと待ってな。いや、職人ですね。せんべい屋だからね、せんべい焼くしか脳がないの。これ夏祭りですか。8月の大江戸祭り。田倉さんは毎年出店手伝ってくれるの。今年はどうなるかわからないけど、那穂がいなくなるから。こんなんで通用するのかね。那穂さんのこと嘘でも褒めたりしないんですよ。嘘ついて喜ばせるぐらいなら正直言って嫌われるよ。嘘はうまいがすぐしける、本音はまずいが一生もんだ。いいんですか。すいません。まあそれでもさ、海外に出たら辛いことがたくさんあるだろうけど、それを克服して一日も早く一人前になってもらいたいよ。そしたら肩の荷も下りてせいせいして死ねるよ。田倉さん疑ってるのかい。刑事ですから。嫌な商売だね。おかげさまで新参者の私ですが、この街で早くも嫌われてるようです。田倉さんは私らの家族みたいなものなの。家族だからこそ嘘をつくこともありますからね。それ私らも疑ってるってことかい。そうかもしれません。田倉さんは関係ないって言っただろ。嘘はついてない。あんたに食わせるせんべいはないよ。うちを見張ってるんですか。見張ってないよ。じゃあ何してるんですか。私のストーカーですか。とりあえず座って何か飲まないか。いいです、遠慮するな。経費だ。経費ってことはやっぱり見張ってたんじゃないですか。
で、何見てたんですか？こっちの質問に答えてくれたら教えよう。何ですか？君のお母さんも美容師だったのかい？なんで分かったの？勘だ。で、君も美容師を。お母さん、病気で亡くなられてんだよね。私、お母さんに憧れて美容師目指したんだけど、ばあちゃんが認めてくれなくて。そしてこの場合の12は割られる数。変なおばあちゃんがいるよ。よそ見しないで。お母さん死んでからばあちゃんが母親代わりでさ、若いお母さんたちに混じって香水の代わりに醤油の匂いの染みついた年寄りが一人いるんだよ。たまんないよ。おやつがいつもせんべいでさ、本当はケーキやクッキーが好きなのに。お食べ。そしたらばあちゃんが砂糖いっぱいのせんべいを作ってきて、この特製せんべいを食べると頭が良くなるとか言うの。本当だよ。で、食べたら本当にいい点数取っちゃってさ、それで調子に乗って何かあるたんびに甘々を焼いて作ってきて、運動会、文化祭、初デートってそれはもう洗脳かってくらい。でも私が美容師目指すって言ったら全く焼いてくれなくなって、どんだけ美容師のこと嫌いなんだよ、あのクソババアって感じ。甘々か。甘そうだな。で、何見てたんですか？寒さを見てたんだ。寒さ？あの人はコートを着てる。あっちの人はコートを手に持ってる。同じ季節、同じ町の同じ通りなのに、コートを着てる人と脱いでる人がいるだろう。面白くないか？あのさ、サボってんの？所轄の刑事の特権だ。こんなとこ警視庁の刑事に見つかったら叱られたよけどな。っていうか、田倉さんは人殺しなんてする人じゃないし。知り合いは大抵そう言うね。だって動機がないでしょ。動機なんて本人が喋らない限りわからない。他人はいい加減な想像するだけだ。自分がどんなに信じてる相手でも本当のことを喋ってるとは限らない。全部食べろよ。田倉さん、一勝負お願いします。結構です。じゃあ道場破りということで。ふざけないでください。また逃げるんですか？何段ですか？6段です。ちなみにこれは余計なことですが、全日本学生チャンピオンでした。え？昔の話です。何しに来たんですか？貢献試合ご存知ですね。剣を交えて互いに理解し合う。いい月でしたよ。
そのまま尾行しろ。了解です。もしかしてボタンでも取れていましたか。え、ボタンはついてましたよ。ボタンが取れてた。小島さんに報告だ。浜崎横丁の天倉に向かって入院給付金の申請書類を受け取って、前橋さんにその書類を渡して6時半前には会社出たと思います。田倉さんは6時頃退社したかと。証言には約30分のズレがある。6時以降のアリバイがありません。死亡推定時刻は6時から6時半の間。あなたが6時に退社していれば殺害可能です。今確かめました。田倉さん、コートを着てました。着てましたけど。嘘は真実の影だ。見つけたら踏んで離れるんだ。こんにちは。田倉さん、何か隠していることはあるんじゃないの。ああ、いや、それはこれのことかな。これは奈穂ちゃんに選別。選別。ありがとう。それと奈穂ちゃんにちょっとお願いがあるんだけど、このボタンつけてくれないかな。パリ行く前に。田倉さん、そのボタン買いましたよね。そして奈緒さん、あなた嘘ついていたでしょう。田倉さんのコートにボタンついていませんよね。見間違いです。ボタン確認させてもらいます。ボタンじゃないんですか。田倉さん、隠してることあったらちゃんと話してよ。私もう出発しちゃうんだよ。何も隠してないよ。隠してないならコートよろしいですよね。現場に落ちてたボタンとあなたのボタンが一致すれば。ちょっと待ってくださいよ。ボタンなど必要ない。加賀さん。田倉さん、あなた嘘ついてますね。あなたは5時半ごろ被害者宅を出てこちらによって申請書類を受け取り会社に戻った。そして退社して剣道場へ向かったのが6時半前だと。その通りですよ。その通りではありません。残念ながら今5時半です。は？同じ季節、同じ町の同じ通りなのに、コートを着てる人と脱いでる人がいますね。なぜでしょう。昨日のコートの話覚えてるか。あの人はコートを着てる。あっちの人はコートを手に持ってる。何が言いたいんですか。右側にはオフィス街の浜町がある。つまり右側に向かうスーツを着た人たちはほとんどが外回りを終えて会社に戻る人たち。コートを脱いでるわけは、外回りで歩き回ると暑くなるからだ。反対に右側から来る人たちは会社を出たばかり、帰宅時になれば肌寒いのでしっかりコートを着ている。田倉さん、あなたは嘘をついてます。田倉さんは事件当日コートを着てここに来た。それは退社後のことだ。被害者のマンションから天からに直接来たわけではなく、会社からここへ来た。あなたは5時半ごろ被害者のマンションを出た。その後向かったのはこの店でなく会社です。5時50分に会社に着き、前橋京子さんに手続きをお願いした。その後6時頃に退社。もちろんコートを着て。会社を出た後あなたはこの店を訪問した。
会話の内容は皆さんに伺った通りでしょう。6時20分頃まであなたはこの店にいて、その後剣道に向かった。これなら他の証言との矛盾もなくなります。田倉さん本人が認めればアリバイは成立します。この後は署でいいですか、田倉さん。いや、それでは新たな矛盾が生じるんじゃないですか。保険手続きのための診断書を奈緒さんから受け取る前に。田倉さんがすでに持っていたことになる。警察署行きます。気が済むまで質問してもらって結構ですから。田倉さん、ここで話して。私パリに行けないよ。田倉さん、お待ち。田倉さん、何か隠してるのかい。え、文隆知ってるんだろう、教えておくれ。おふくろ、何の話だ。嘘に嘘を重ねたって結局嘘にしかならないよ。刑事さん、全部知ってるんでしょ。何なの。嘘はうまいがすぐしける。本音はまずいが一生もんだ。そう。矛盾を解くには診断書が2通あればいい。え？ただし2通の内容はまるで違う。一つは本当の病名を書いたもの、そしてもう一つは嘘の病名を書いたもの。病院に確認し、裏は取れてます。本物お前が持ってたんだね。そうだ。そんな、じゃあ私が受け取ったのは偽物ってこと。本物の診断書はあの日問屋に行く途中、俺が田倉さんに渡した。よろしくお願いします。わかりました。田倉さんは会社で手続きをした後、奈緒さんからの偽物診断書を受け取るという仕事を果たすため、わざわざこちらに伺ったわけですね。田倉さんは偽物だって分かって受け取ったってこと？なんでそんなことしたの？本物の診断書には何て書いてあったの？田の上は治ったんじゃないの？嘘はうまいがすぐしける、本音はまずいが一生もんだ。まあそれでもさ、海外に出たら辛いことがたくさんあるだろうけど、それを克服して一日も早く一人前になってもらいたいよ。そしたら肩の荷も降りて清々して死ねるよ。私の病気は癌で、あと半年ぐらいなんだろう。癌？そうだ。おふくろは胆のう癌。文隆、お前が病院の先生に頼み込んで田倉さんまで巻き添えにしたんだろう。いや、僕が悪いんです。文隆さんに変な知恵授けちゃったの僕なんです。何言ってるんだよあんた。嘘ついたら自分のアリバイがごちゃごちゃになっちゃって疑われるの分かってるくせに。悪かったね田倉さん。それから刑事さんたちもなんか私のせいでご迷惑かけちゃったみたいで。待ってよ、なんで私にだけ隠してたんだよ。私パリになんか行かないからな。ナホ、あんたがそう言うと思ってみんなが隠してたんだよ。僕がナホちゃんが出発するまではね、黙ってよってしたことが悪かったんです。黙ってるなんてずるいよ。私だけ仲間外れかよ。なんでそれがわからないんだ。意味わかんねえ。私が病死になるのあんなに反対してたくせに。
かせてんのか行かせたくねえのかどっちなんだよ。さっさと行けって言ってんだバカ娘。どっちがバカだよ。もういい。ナオさん一ついいから。なんだよ。君はもしパリへ行かねえなら俺が甘々もらってもいいか。おばあさん昨日こっそり焼いてたのそれ甘々ですよね。甘がいないせんべ屋なんて寂しいよ。でも私はあんたの美容師の夢を邪魔したくない。鳥の巣なんてバカにしてたけど本当は町中自慢したいくらいだ。パリの研修はあんたが初めて自分の力で勝ち取った結果だろ。これから先一人前になるまでにはもうほんとたくさん辛いことがあるだろう。それなのにこんなとこでくじけてどうすんだ。あんたがどん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 一人前になってくれるのが私の一番の薬だよ。だからさ、ナホ帰ってくるまでせんべい焼いて待ってるから。この子見てやってよ。病院じゃねえだろ。自慢の子だよ、ね。うん。甘辛美味しいですね。最高でしょこれ。食べると笑顔になりますよ。ところで、いつ僕が犯人じゃないって？天道ですよ。被害者の死因は首を絞められたことです。仮に加害者がもし罪悪を感じていたら首への攻撃は避けるはず。犯罪心理学的な心理をついたんです。じゃあ、あれ誘って撃たせたというのは嘘です。あれは人形焼きの恨みですよ。ちなみにボタンですが、あ、僕のですか。あの時押したんでしょ。あ、すいません、すいません。あ、違う。あの、三井さんが入ろうとした保険金の受け取り人のことなんですけど。あとは私が死ねばいいわけだ。死ぬなんて冗談よ。その人のためにも頑張って生きなきゃ。とは言っても相手の名前も住所もまだ分かんないんだけどね。
その第三者が誰かは分からないんですね。口の堅いあなたがどうして話す気？いや、三井さんにとってその第三者は生きる目的だったんじゃないかって。だからその誰か分からない人に三井さんの思いを伝えてほしい、そう思ったんです。生きる目的ですか。いや、何度もお邪魔してすいません。どうも。峰子さんがなぜ古典町に引っ越したのかどうしても分からんのですよ。私も調べていただきたいぐらいです。ええ、息子さんの居場所心当たりすらないんですか。ね、さよならは終わりじゃない、思い出は俺出るよ。誰だよ、こんな時間に。はい、はい、夜分すみません。岸田洋作と申します。こちらに清瀬幸喜さんは。岸田のおじさん。いや、久しぶりだね。突然すまない。どうしてここは。お父さんに頼まれてね。微笑んで幸せになって寝てつぶやいて。三井峰子殺人事件。この町にやってきたばかりの新参者の死、それを追う刑事も新参者。加賀恭一郎、彼は人の心を読む達人である。物語は続いてく。しかし私は知っている、彼にも読めない人の心がある。おい、ちょっとコンビニ行ってくからよ。人形焼き？殺人現場に残されていた人形焼きは特注品でした。指紋は3つついていて、まだ特定できていません。人は嘘をつく。俺を疑ってんじゃねえだろうな。嘘でしょ。他人をかばう嘘。嘘は真実の影。分かったぞ、真面目や。